皆さんこんにちは、ナッティビーです。本日はですね、アフレコの状態なんですけれども、稲妻イレブンストライカーズの方のこのプレイした動画を見ながらちょっとね、お話ししていけたらなと思います。話の内容っていうのが、ちょっとね、先週あたりから騒がましている稲妻イレブンが終了かっていうね、オリオンの刻印の方がですね、そちらの話題と、もう一つ僕が、いつから稲入れ好きなのというね、どうでもいいかもしれないけれども、そういうことの、お話でもしていこうかなと思います。でまずね、最初に稲入れの終了、アレスのですね、オリオンの刻印か終了の話題からなんですけれども、こちらね、皆さんはもうテレ東を見れる、テレ東っていうかね、テレビ東京系列の、番組でいつも生放送で見ている方なんかはすぐね、敏感に反応したのかなと思うんですけれども、実は僕の住んでる地域ではね、見れないのでこの放送っていうのが、だから結局金曜日にはいつも見てないのかな。まあ見ることもできるんですけれども、テレ東さんの方のアニメのアニテレかなを契約しているので、すぐ見逃し配信なんかも見れるんですけれども、 なかなかね時間的に金曜日の夜って見ることができなくて、結局週明けとか土日とか、まあ、あと子供と一緒に例えば見るときなんかは、一週遅れの木曜日の、夕方から、BS の方で再放送されますので、それを一緒に見る。そうすると、まあ、最終的には1週間遅れて見てるみたいな感じのことが多いんですけれども、ですんで、ね、正直オリオンの刻印ですから、いつやってるかって正確な時間って意外とピンとこなくて、金曜日の夕方だよねぐらいな感じなんですけれども、でだからその後にツイッターなんかを見ると結構、ネタバレっていうかね、まあ、いろんな情報が、飛び交っているので、なるだけその時間帯はもう、ツイッターを開かないようになんかもしてるんですけれども、まあネタバレしてもいいんですけれどもね、なんか楽しみが少し減るのもねあれなんでっていうことで、そんな感じでやってるんですが、今回実は言うと僕はですね、ゾイドの方が発表されましたよね。でゾイド、実は言うと新しいのちょっと僕楽しみにしてて、ゾイドも好きなので、ですんで、ゾイド発表された時に、おゾイド今度テレ東でやるんだ、今まで、TBS 系でやってて、そのやってた枠っていうのが今もう土曜の朝がニュースになっちゃったのかな、でそれで、あそこから今度テレ東に移籍したんだなんていう風な、ね、感じで最初見てたんですけれども、まあね、よくよく考えると、あれちょっと待てよと、この枠ってもしかして稲妻イレブンなのかっていう風に思ってたら、ちょっとツイッター界隈がですね、なんか騒がしいぞと、稲妻イレブン終了かみたいなね、まあ、事実そこで一旦終了はするんでしょうけれども、まあ、3部作のうち果たして今回のオリオンの刻印の続編っていうかな、そこは放送されるのっていう風な、ね、疑問が皆さん生まれたと思うんですよね。まあ、僕も同じなんですけれども、これはね、もうね、どうなのよ。まあ、僕もね、そっちの方に、制作とかの方にもちろん全然携わってないです。そういう情報を、こまめに、収集しているような感じのタイプでもないので、ちょっとわからないんですけれども、とりあえずはそこで一回区切りをつけるのかなと、っていう感じでちょっと思ってます。で、3部作はちょっと、ね、ちょっと気持ち的にはちょっと諦めないで欲しいなっていう気持ちもあって、なんでそんなこと言うかっていうと、もう最近結構アニメのね、移動っていうか、その枠が移動って結構多いじゃないですか。去年かでしたっけ、例えば、テレ朝の方のね、日曜朝の、仮面ライダーと戦隊のそちらの移動も、あれもねかなり物議を醸し出してて、要は朝早く見て、その後日曜日の行動がね、家族での行動とかがしやすい、例えばスポーツ少年団みたいなのに入ってれば、でその後、まあ、行ってくるとかね、朝のあの時間帯ってのはそういう風にその後の行動がね、まあ、どうにでもなるような時間帯だったんですけれども、今ですとね、あれ見てから行動しようとすると結構ね、ちょっと遠出はちょっと諦めようかとかね、まあ今回は生では見れないから録画していこうかみたいな時間帯に少しなってるのかななんて思います。
まあね、あのプリキュアの方はね、時間変わらないんで関係ないのかもしれない。でもね、あの時間帯になって最初、あとそっか、みんな何がね、不満だったかっていうと、あれどの9時かな、あのワンピースとかあそこら辺のアニメとかぶるみたいな時間帯が。でもまあ結果的にやっぱり見る年齢層っていうのがかぶらないよっていう、まあことで変えたんでしょうね。まあどっちかっていうと、まあ、低学年、小学幼稚園から低学年の人が、小学校低学年の子が仮面ライダーや戦隊もの、それよりちょっと上になってくるとワンピースみたいな感じの流れだったから、テレ朝としてはそこは大丈夫なんじゃないかっていう、判断だったのかな。わかんないんだけどね。まあ、で今回はさらにテレ朝はやりましたよね。ドラえもんとしんちゃんの枠を金曜日から土曜日の夕方かな変えるっていう。まあ、これはもしかしたらやっぱテレ、日曜朝のね、それの実績があって、あのアニメを見る人とかっていうのはどこでやっても変わらないぞっていうような判断があったのかな、もしかしたらね。だから今回、稲妻イレブンはまあその時間帯っていうのはまあとてもね、金曜日の夕方でいい時間帯なんでしょうけれども、まあ他の時間帯に移動してもね、いないで好きな人は見てくれるんじゃないかなっていうような判断ももしかしてあるかもしれない。で、やっぱりね、ちょっと、まあいろいろとね、言われてますが、テコ入れとかね、そういうところで、あそこ宝トミー枠なのかな、いないでも宝トミーだし、そのゾイドも宝トミーでしょ。だからその枠的に、宝トミーさんの方が少しちょっとゾイド推しをしていきたかったのかなみたいなニュアンス。どうなのそこら辺は。ちょっとごめん、そこら辺はね全然わからないんですけれども、勝手にそんな感じに思ってます。まあね、あ、ちょっと待って、来た、クロスファイア。今回ね、これね、まあ、ちょっと動画の方にちょっと話一旦行くけれども、すっげえ久しぶりにイラストやってて、これやべえなと。さすがにちょっと操作方法もちょっとあやふやだぞということで、これの前に1回プレイしてるんですよ。その時ね、実は 3-0 でね、この同じチームでやって勝って、あ、余裕だね、余裕だねなんて思って、まあじゃあ録画しながら撮ろうなんて思ったらね、今度逆に点数取られてね、これね、実は言うとね、えらいことになってます。実は言うと今回のこの14分のね動画ではちょっとね、この試合は決着つかないんですよ。つけれなかったんだね。まあだからまあその続きをね、動画またこのような感じで何か喋りながらっていう動画に使うかどうかは分からないんだけれども、とりあえず決着はつかないということだけ教えておきます。で、なんでこんなことやってるかっていうと、1回目の時にやたら連携技を出してたんで、その連携技を出すためにこうね、押し続けながらちょっと探してるんだよね。そして結果的に取られるんだよね。こういうことやってます。もう下手くそなんだけどね。さて、話ちょっとそれちゃったんですけれども、今回ね、とりあえずそこではなくなるんだけれども、まあ3部作ちょっとね、お休みいただいて、例えば ゾイドなんかもそうなのかな、春に1回終わって TBS の方で終わって、今回秋から、テレ東の方に移籍して、まあ全くまたね違う物語なんでしょうけれども、まあそんな感じでもいいのかなと。やっぱりちょっとね、作画がね、ちょっと前ほど崩壊はしてないんですよ。やっぱりちょっとね、残念な時があるので、そこら辺もちょっとね一回見直しながら枠を、変える。で、この 2,3 ヶ月、例えばね、間を3ヶ月ぐらい置いたとして、その間に、アレスの天秤ゲームの方を出すみたいなね感じでどうでしょうか、希望としては。でね、もしそうじゃなくても、もうこの今のご時世だったら YouTube でだけの放送でもいいんじゃないかなってちょっと思っちゃうんですよね。例えば今回多分ガンダムの方の、
ビルド系のやつ、ビルドダイバーズ系のやつが多分あれ普通のテレビの方では放送しないで YouTube の方だけの放送だと思うんですよね。そういう風な感じで、ちょっとね、あの放送の仕方っていうか、まあ人気のあるガンダムだからこそなんでしょうけれども、YouTube の方だけの放送でもね、あのまあ放送して、そしてガンダムの場合はガンプラを売ってとかっていう、まあね、そういう風な、ガンダムのゲームだったり、そういう風な感じでも、まあ広告費とかね、そういうの関係なくね、あの広告 CM 収入か CM 収入なんかを関係なくやれるコンテンツなのかな、ああいうのね。でこの稲入れもね、まあそういう風な、モデルに変わっていくっていうのも一つはありなのかなって、ね、少し思ってます。まあそうするとね、あのまあアニメを見て、で僕らが、たっぷりとこれから出るであろうスマホゲームやスイッチ、プレステ4のアレスの天秤、そしてまあ稲妻11アーケードの方にね、しっかりとこうお金を落とすっていうか、ね、すればね、おのずとこの稲妻11シリーズっていうのはどんどんつながっていくと思いますので、僕らもね、なんだろう、続けてほしいから、できればこうなるだけね、あのまあショップで、なんでしょう、稲入れグッズを買ったりとかっていうね、そういう応援の仕方でね、なるだけ、レベル5さん、そして稲妻11の方を応援して作品を継続してもらいたいなっていうような気持ちがありますよね。でね、今回稲妻11はもうすでに、あ、まあここはちょっと話すつもりなかったんだけれども、アーケードの方でね、いろいろともう、出来上がってるね、あのゲームとしてある程度出来上がってるものもあるでしょうから、アレスの天秤が完全になくなるっていうことはないような気はするんだけれども、ただ発売時期がちょっと、逃しちゃってるかなみたいなね、ところはありますよね。でそんなことやってるうちには進藤さんやってくれましたね。しかもエンドノーマルキャッチしかねえしね、まあ無理だよね。こんな感じでね、あの同点に追いつかれて、もう勝ちきれないみたいな、ね、感じの状況になっております。もうね、後半27分でね、あの最後ちょっとワンチャンちょっと頑張ろうと思ってやったんだけれども、ちょっと無理でしたね、最終的には。で延長戦に入ってくるっていう、その延長戦のデータはないです今回はね。でちょっともう一つね、いつからこう稲入ファンなのみたいなところをちょっとお話ししようかと思ったんだけれども、もう随分ねだらだらと喋ったらもう時間になりそうですね。でまあですんで、あの、まあ、いつから稲入ファンなのっていうのはまた後日、お話ししましょう。で今作品的には、あの無印は全部見てて、あとで今GOもなんだっけ、GOの2期目の方を今見てます、見てる最中です。ですんでね、あのまだ全部は見てないんですけれども、まあ、大体もう少しで皆さんに追いつくぞと、全部見てる皆さんに追いつくぞ。映画の方はね、あの1本は実際ともう見てて、あのダンボール戦記じゃない方ですね、あのそちらの方はもうちょっと子供と一緒にもう見てるんで、まあある程度もう見てるつもりなんです。あ、そんな感じでもうね、これもう少しで終わります、あと数秒で終わります。また話しましょう。ではまたね、バイバーイ。